こんばんは。わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。10ヶ月前にね、思いついた企画、10ヶ月越しでようやくできるんで、今日はガチャ動画でございます。何をするかってと、はい、この未開の大地の初獲得星6確定ガチャの限定キャラも排出対象。これで限定キャラを当てるにはどうすればいいか。そう、発言キャラを減らせばいい。こっちなんですけど、これを10個貯めました。いや、すっごいね、物欲センサーがすごいよ今。マルタとかペルセウスとかアザトースとか、未だにアザトース欲しいからね。というわけでこれを10回引いていくんですけども、さらに今回ね、確率アップのためにこれね、10連引いてからいきます。これで発言が出ればその分だけね、さらに確率も上がるんで。私ね、少ないんですよ、劇重心祭で持ってるキャラ。まあ1回しか引かないけど、1体でも発言が出てくれればその分確率が上がるってことは、私はワクワク度が上がる。まあ、ここでペルマルが出ても嬉しいんだけど、何でもいい、何でもいいんだ、本当に何でもいいんだ。欲は言わん、もう俺は欲は言わないよ。おい、現実、これが現実だよ。さあ、いきますよ。10回引いた後こっち引きますからね。くどく言ってすいません。ただ10ヶ月越しなんで、これはちょっとね、ダラダラ言わせていただきました。さあ、初獲得星6確定ガチャの10連。これ10連はできないんだよね。いくよ。ペルセウス、マルタ、アザトースが欲しい。あとはね、あ、こいつ強えよなってキャラが出てくれば。まあ微妙、重心化したけどさ、超速壁でしょ。確かに未所持でした。重心化してくれるのありがたいね。はい、まず一発目は超速壁。嬉しさで言うと、10点中7点かな。まあワンパンとかも使えるらしいしね。さあ2回目いくよ。いいね、未所持しか出ない。こんな10連ガチャ、いや10回連続ガチャ絶対ないよ。未開の大地様様だよ。うん、誰だっけ。うん、記憶にないってことはあんまり強くないんじゃないかな。はい、ピンとこな。さあ3回目、本当にワクワクですよ。こんな贅沢なガチャある？ないよね。ただ一瞬ね、こう10個貯めればさ、10連ガチャできんのかなと思ったけど、そういうことでもないみたいね。いやー、微妙。でも重心化してないからまだいいや。まだね、未来がある。名前は忘れた。でもまあ可愛いよね。うん、可愛い。パーシーだ、パーシー。まあ嬉しさで言うと5点かな。うん、さっきの光の子は重心化済みなんで3点。いやー、わかんない、ごめん、スペックしっかり見てなかったかもしんない。ただそこまで注目しなかったから、超強キャラではない。おー、お前すごいぞ。確か友情コンボバカ強いやつだよね。名前は忘れた。最近のキャラ名前覚えねえな俺。内出の小槌、そう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 、こういうの待ってたのよ。砲撃型の長距離貫通フォーミング18でロボットキラー M。 うーん、ロマン、いいよ。8点あげる、いこ。いやー、ワクワクだね。でもまだ未だにペルセウス、マルタ、アザトースが出てアザマースが言いたい。光属性俺興味ないかな。いや、お前マルタかよ。あ、マルタ出た。あー、マルタこの状態しか知らなかった。もう限定キャラ並みに嬉しいんだけど、未だにね、こいつは強えよ。ギャグ級に強い。マルタ、これペルセウスもだからペルマルコンビできちゃうよ。ペルマルコンビ、いまだにね、サブアカではペルマル揃ってるんですけど、ただマルタはね、サブアカでも1だけ、ペルセウスも1だけ。え、持ってるよ。あ、持ってなかったっけ。え、持ってなかったっけ。アロンダイト、え、アロン、ごめんね。あれ、アロンダイト持ってた気がするんだけど。あ、いないわ。多分じゃああれだな、台湾版で持ってたのかな。ごめんなさい、行こう。まあまあ、マルタが出たからすでに勝ちなんだけどね。うん、正直限定キャラより嬉しい。狙って当てられないからね。
なんだっけ、バルキリーじゃなくて、なんだっけ、ペンシルゴン、違う、誰だペンシルゴンって。なんかそんな戦士系の、ワーグナーだね、ワーグナー。ワーグナーも重心構えだからまだよしとしよう。5点。あ、マルタ10点ね。テンション的にも10点。さあまだ3回も引き、いや4回か。そう、限定も出るようが出るからね。おう、武骨な親父が重心化して、あーはいはいはい、近畿9ね、近畿9の子だ。あと2回か、名残惜しいな。なんだろう、あの1000個オーブ貯めて100連ガチャするよりもドキドキしてる。まあでもマルタ出たからもう勝ちなんだよね、すでに。いやー、身の源泉がはかどりそう。あー、そう、持ってなかったんだよ。もう重心化してんじゃん、ガリレオでしょ。君はね、そう、一回フレンドにガリレオお願いしますって言って出してもらった記憶があるから、ちょっと名前覚えてた。でも嬉しくない。2点。ラスト、はい、ペルセウス来て、ペルマル、でもアザトースが出て、アザマース、どっちを言わせてくれるんだろう。あれでしょ、ダメージオールとアンチワープのじゃなかったっけ。あ、違う、重力ダメージだっけ。残裂弾の、残裂弾だっけ。うんうんうん、破裂斬撃弾。あ、うん、嬉しくなかったか。さあ締めでございます。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。正直マルタが出てるからもう十分なんだけど、ここで限定キャラを抜くのがハム太郎であってほしい。神よ、頼む。2回転の確定演出はなかったけど、限定が出るはず。だって俺頑張ったもん、10ヶ月間も。まあマルタ出たし、まあマルタ出たしね。はい、ヘイムダル、ヘイムダルか。まあキラーの化け物だよね。って感じで今回のガチャは終わりになります。いや、10ヶ月間我慢した甲斐があったね。本当にね、マルタはかなり嬉しいんだけど。はい、こんな感じですね、取得順にすると。まあ10連ガチャは大したことなかったけど、あ、実がついてるね。そっか、嬉しいね。身の源泉、お、なんか特演もついてんじゃん。微妙、あ、うん、微妙。まあまあまあ、身で特演とかは、あ、特演もついてるね。おーおーおー、ちょっと嬉しいじゃん。この子のアビリティが全く思い出せなかったんだよね。ワープに状態上回復、魔法陣か。まあ、状態上回復持ってるからどっか刺さるかもね。まあ、発言がね、11回。気持ちよかったです。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、まあ、チャンネル登録なんてしてくれたらね、高評価なんてしてくれたらね、本当に嬉しいんですけども、まあ、そこまで言いません。もう私が満足しましたから。だって、マルタがいるんだもん。ほいじゃ、バイバイ。